ファンドマンの日常。今日も始まりましたファンドマンの日常。 ABF キャピタルの代表の熊原です。同じく取締役の伊達です。取締役の中野です。取締役の蔡です。宮田くん、宮田くんストーリー、あ、いいですか。でしたらちょっとこれでも話すのが難しいテーマだなって思いながら、皆さんの話それぞれ面白い話聞いてたんですけど、僕も、まあ、軸二つあるって言いながらですね、僕、皆さんと違って野球少年で、ずっと、こう、大学まで小学校の3年生からですかね、野球続けてたんですけど、まあ、でも、まあ、サイさんもおっしゃってましたが、まあ、どっかのタイミングで、僕の場合、小学校の、その選抜チームみたいなところでプレイした時だったんですけど、地元のですね、その全然豊田市、僕愛知県の豊田市出身なんですが、豊田市の選抜チームみたいに出た時に、まあ、全然、で、投げるボールも速いし、周りの人たち、まあ、打つ飛距離もすごいしってので、なんか自分がプロになるっていう絵は、なんかそこであんまり描けなかったんですけど、まあ、アマチュアとして野球はすっごい好きだったんで、ずっと続けて、まあ今もよく見てますし、まあ ABF 入った理由の一つでもあるんですよね。結構スポーツとも一緒に、やってるみたいなのがすごい面白いなと思ってるので、まあそこはちょっと、まあ今後何かしらやっていけたらなっていうふうに思ってるんですけど、まあそうじゃなくて、本当の自分が働く仕事はどうしようかなっていうのを、なので、まあ小学校の後半ぐらいから中学校ぐらいから真剣にって言ったらですけどね、なんとなく思えな。まあでもやっぱり、あれなんですよね。なんか人のためになる仕事みたいなことがなんかしたいなっていうのはなんとなくあって、なので最初はお医者さんとか、まあ、そういう医療関係の仕事がいいかなっていうふうに思ってたんですが、まあお医者さんもいいんですけど、素晴らしい、本当に素晴らしい仕事なんですけど、なんか薬もすごく面白いなって中学校の時に思ってですね。で、それはなんか薬一個作れば世界中の人に、ね、届けられるんじゃないかっていうのが、なんかすごく面白いし、まあ新薬、もっといろんな新薬求められてるし、面白いなっていうふうに思ったのがきっかけで、結構薬学に興味持って、で、まあ大学も薬学部選んで勉強してたんですけど、まあいざこう結構ちゃんと勉強始めるとですね、まあ皆さんはそこまで挫折はなかったかもしれないですけど、なんか僕の場合はやっぱりもう本当に薬学部のすごい、まあ天才たちがいますし、あとはなんかすごい種みたいな、いっぱいあるんですよね。で、ただそれに対して、まあ、ものとしては届けるところまであんま行ってないなっていうのがすごく課題感として当時僕感じて、つなげる仕事、まあ、っていうのが、これサイさんもおっしゃってましたけど、なんかそういうことをなんか仕事にしたいなっていうふうに思って、まあ、そういうポジションって製薬会社にいっぱいあるんで、最初製薬会社行こうかなと思ってたんですけど、たまたま、コンサルの人が、薬学の先輩にもいて、そのつながりで、まあ、インターン受けて、みたいな形で、まあ、コンサルの方がより最初から、そういうつなげる仕事に、ね、関われるんじゃないかっていうので、結構もう本当に製薬会社の医療のコンサルやりたいなって思って BCG 入ったっていうのが、最初の仕事を選んだ経緯でしたね。で、まあ、それで結構やってたんですけど、やっぱり一番の転機は、前とちょっと被るんですけど、家族で。やっぱりその結婚したり、まあ、結婚する前後で、僕の、まあ、祖父が亡くなったりとか、あとは子供が逆に生まれたりとか、あとは、まあ、シンプルに自分の両親が毎年毎年、まあ、一年ずつ年をこう、重ねていくのを見る中で、まあ、いろんな人にこう、価値を届けるような仕事を、まあ、繋いでいくみたいな仕事をしていくっていうのも、サポートしていくっていうのもすごく本当に価値のあることだと思うんですけど、なんか目の前の人に価値を届ける、直接的に、届けられるようなことを何かしら、していきたいなっていうような思いにちょっと変わってきて。で、まあ、全員食事大好きなんで、まあ、健康にもつながるし、まあ、とにかく、なんすかね、心が満たされるじゃないですか、美味しい食事って。なんかそういうことができる仕事をしたいなっていうのを思って、いろいろこう探してるときにですね、たまたま、熊名さんからお声掛けいただいて、で、今、まあ、3月からですけど、入ったっていう形ですかね。うんうん。素晴らしい。すごい。すげえ。ええ。そんな。なるほど。次どうしようかな。どっちがいいか。どっち？伊達ちゃん最後にしよう。タック。まあ、俺は今回はちゃんと真面目な話はあって、俺は、なんか自分の人生で、なんとなく、5、6年おきぐらいにこう、なんか大きな意思決定をして、5、6年走ってっていうのが続いてるんだけど、まあ一番最初は小学校6年生の時に、まあ中学受験をすると
いうことで、で、まあ、たまたま、それまで、奄美大島に住んでたんだけど、父親の転勤で、鹿児島の本土に上がったから、それで中学受験ができるようになったっていう話もあり、まあ、そこから中学受験して、私立のところに入りましたっていうのが一つと、で、その後は、高2の春に、まあ、進路を決めるっていう話があって、よくある話かもしれんけど、結構、親からは、なんか医学部に行ってほしいみたいな話がある中で、まあ医学部に行ってほしいっていうか、なんか結構地元に残ってほしいみたいな話があって、鹿児島に残れとか、あとはまあ鹿児島じゃないにしろ九州にみたいな話とかがあったんだけど、まあなんとなく、ちょっと俺はなんか医学部はないなっていうのはちょっと俺はなんか、その医師として人の命に自信というか責任を持てないなっていうのを思って、医学部はないなって思った時に、何らかちゃんとしたこう自分のこれがやりたいからここには行かずにここに行くみたいな話をしないといけないなっていうのをちゃんとその時初めて考えて、でその時に思ったのが、まあ、僕さっきも言ったように、まあ、元々鹿児島で、で、小学校の頃奄美大島に住んでいて、奄美大島、まあ鹿児島もそうなんですけど、めちゃくちゃ台風が来ますと。で、後の話にもちょっとつながるんだけど、父親がインフラ関係の、ね、電力関係の仕事もしていて、まあインフラなので、台風が来たら、まあ九州どっかに来たら、その台風のにこう飛び込んでいくみたいな仕事なんですよね。まあインフラがやられるので、いけないっていう話で。で、僕の父親はなんか本当に電柱に登って復旧するみたいな仕事をしてた人なんですけど、こう、別に父親のこと全然嫌いじゃないんだけど、なんか台風が来たら父親が一週間いなくなるっていうちょっとしたお祭り感があって、そこからなんとなくの台風への親近感っていうのを持っていて、あ、なんか台風って面白いじゃんっていうのが一つと、と僕その時当時一番得意な科目理系だったんですけど、地理で、なんかその地理を活かして、まあ台風とかに関係があるようなとこないかなって思った時に、まあ、ちょうどなんか東大に手頃な学部があったので、ここで、行こうかなって思って、じゃあ僕はここに行くから、鹿児島にも九州にも残らないっていう話をして、一人で東京に出てきましたと。で、まあ、そうなった時に、もうお金は出さないから自分の奨学金もらってやりなさいってなったせいで、まあお金がなかったみたいな話、前回話したようなことにも繋がるんですけど、まあまあそういった話で、東京に来ましたっていうのが、まあ高2ぐらいの転勤の時。で、その次が、まあ、大学4年生から M1 ぐらいにかけての、まあ、進路を決定またする時で、まあ、大学に入って結構遊びほうけしてたので、あんまり将来何も考えてなかったんですけど、まあ、結構一つ大きな自分の中で、ターニングポイントが、震災が、東北の震災がありましたと。で、まあ、僕は東京にいて、地元は、鹿児島なので、別に東北とは全然あまり関わりはないんですけど、まあその父親がその電力関係の仕事をしてたっていうのがあって、例えば震災で東電がすごい大変なことになって、原発が大変なことになって、で、僕の父親は当時原発、鹿児島に原発あるんですけど、原発があるところに赴任していて、で、そこで話を聞いてると毎週金曜日にデモがあるみたいな話とかを聞いて、その時に思って、たのが僕の父は、まあ、高校出て、その会社に入って、頑張ってやってるなっていうのを、なんか何も知らなかったけど、大学生の時におぼろげに思っていて、なんか父ちゃん頑張ってんじゃんって思ってた矢先にそういうことが起きて、あ、なんか安定した企業に入って40年働くみたいなのって、もう、その東電とかでさえこうなるんだとすると、無理なんだなっていうのをなんとなく知ったっていうのが、一つ。で、もう一つが、僕、台風の研究してたんで、気象予報士の資格持ってるんですけど、まあ、気象予報士ってみんな聞くと、お天気お兄さんみたいなイメージを持たれると思うので、僕も気象予報士のそのお天気お兄さんのセミナーみたいなものに参加したことがあって、で、その時にいろいろ考えたんですけど、なんか自分の研究って台風の目の構造の研究をしてたんですけど、30年後に人の命を救うかもしれない研究と、なんか、ただ本当に明日傘がいるかどうかぐらいではあるけれども、明日何千万人かにちょっとだけ役に立てるかもしれないこと、どっちがいいかなって思った時に自分は後者だな。だからそっちの方がなんかいいなって思って、
じゃあ研究の道も、まあ他にもいろんな理由ありますけど、なんかなさそうだな、じゃビジネスの世界だなと思って、うん、さっきの最初の話も踏まえて、だったらどっかに入って守ってもらうよりは、自分でちゃんと生き抜いていけるスキルを身につけてやっていくことが、まあ真の安定なんじゃないかなって思って、まあそういうスキルが身につくコンサルに入ったっていう。真面目エピソードが。そう。たまには真面目なんですよ。普段面白いエピソードだね。じゃあ、最後、伊達ちゃん。そう。一番小さい時は明確に覚えてるんだ。ウルトラマンになりたかったことだ。まあでも、小学校の時は、博士か大工さんか、宮大工、神社とか。ずっと、基本的には高校ぐらいまでは博士になるか宮大工になるかで、言ってたけども、こういうのも、ちょっと、品がないけども、まあ、テスト得意だったから、なんか、まあ、大学行けるんだったら行っといた方がいいだろうっていう感じで、結構その、学者側の方に、結構、方針が切られ始めてっていう感じで、まあ、ノーベル賞に憧れてたっていうのも、前回の話でもちょっとあったと思う。それもあるんだけれど、で、まあ、学者になろうっていうところで、ノーベル賞を取ろうっていうので、まあ、京大を選んだわけなんだけども、当時自分が高校2年生か、の時に iPS 細胞、京大の、先生が iPS 細胞を見つけてすごいってなった時に、これからはバイオの時代だっていう機運がすごい高まった時期があったと思うんだけれども、その時期で、まあじゃあ自分もって思って、そのバイオテクノロジーっぽいとこを選んだんだけれども、これは細君がすごいなと思うのは、ちゃんと大学でどういう研究してるのかっていうのをちゃんと事前に調べて、大学を選んだのすごいなと思ったけど、自分は学部の名前しか見てなくて、京都大学農学部応用生命科学科っていかにもすごい応用生命しちゃう学科。絶対ここだろうと思って入ったら、動物細胞取り扱ってなくて、植物と微生物しか取り扱ってないことを入ってから知って、でやりたいことできないじゃんと思って、そこから2年ぐらいちょっと勉強に身が入らないみたいな。今の達ちゃんからあんま想像できない、そのリサーチ力。そんなリサーチ力に低くなったの。はい、から知って、おぉってなって、でもまあ植物の研究、面白いなって思って、まあいい先生がいて、まあ矢崎先生って人が、授業が面白くて植物の代わりの研究面白そうだなっていうので、まあちょっとだんだんそっちに身が入ったんだけども、その後で、まあ、大学4年生ぐらいで、ちょっと知ったのが、そう、植物でノーベル賞は取れないっていう。いいっすわ。また衝撃のリサーチ。ノーベル賞、過去に植物系の学者でノーベル賞を取ったのは一人だけで、それもまあ結構なんか動物細胞への応用が効く現象を見つけて、それでノーベル賞、ノーベル生理学賞を取った学者が一人いるんだけど、それだけで、まあノーベル賞もちょっと難しいっていうので、どうしようかなっていう、ちょっと結構な、あって、で、まあ、そっから、まあ、でも、バイオベンチャーも流行ってた時期だから、うん。バイオベンチャーとか、研究してやってみるのも面白いんじゃないかなっていうので、まあ、大学で研究を進めていく中で、植物っていうものが圧倒的に不利であることを、やる中でどんどん気づいてきて、微生物って、一週間とかで、サイクル、実験の一サイクル回せて、回せたりするんだけども、場合によっては2日3日で1サイクル回せたりして、植物ってどんだけ頑張っても1サイクル実験回すのに1ヶ月かかって、しかも遺伝子組み換えが全然安定しないね、その、微生物とかって結構原始的な生き物で遺伝子がガバガバだから、結構組み換えやすいんだけど、植物って、人間もそうなんだけど、変な遺伝子が入ってきたらそれを防ぐためのフィードバック機構がめちゃめちゃたくさんあって、結構ね、ここを組み替えたからすぐこう変わるみたいなことが全然起きなくて、時間もかかるしで、自分が生きてるうちになんかできる、やりたいことできないかもしれないなって、だんだん、まあ、思うようになって、もう少しちょっと早いサイクルで回せて、結果も数字で見れて、で、まあしかもその社会的地位だったりとか、その待遇っていうところで跳ね返ってくるようなとこないかなっていうとこ見てたら、まあ、コンサル結構いいかもしれないなっていうのをちょっと見つけて、まあ当時その、この間の話もあったけど、ブラックストーンっていう本を読んだとこ、時期ともちょっと重なって、こっちの方が、向いてるかもしれない。って思って、まあ、博士行くのをちょっと諦めて、就活をして、で、まあ、BCG 入って、
今に至るみたいな、そんな感じ。面白い。みんなそれぞれ、あるんですね。サマリーミスなのに。いいね、って話だね。はい、ちょっとなんかそんな、そう、前回熊原会してて、そう、どんな人生だったかなって、振り返ってたと思ったら、はい、特にサマリーはないんですけど、今日はこんな感じで。また来週